皆さんこんにちは、坂倉さくらです。始まりましたラブライブスーパースターがたった5分で100倍楽しめちゃう、坂倉さくらが語るラブライブスーパースター。今回は2期の第2話の私が注目した3つのポイントについて紹介していこうと思います。の前に皆さん気づいていなかったと思うんですが、はい、なんとなんと T シャツが一期の時と変わりました。皆さんどうですか？可愛いですよね、この T シャツも。私はこのね T シャツを着て実際にサードライブツアー観客席でリエロコね応援していましたので、その時の思い出も蘇らせながら2期についてたくさん語っていこうと思います。レッツスーパースタート。新入生のひなこちゃんが入部してリエラが6人になりました。しかしきなこちゃんの入部後、スクールアイドル部の入部希望者が全くいない状況になってしまいます。新入生たちの間に練習が厳しいという噂が立っているということなんですね。みんなで相談して練習メニューを軽いものに変更しようという話にもなるんですけれども、リエラは優勝を目標として頑張っていたので、かのんちゃんには葛藤があったみたいです。さらにきなこちゃんと2年生のメンバーの間にも少しずつ溝ができてしまいます。練習メニューについてはどうなっていくのか、そんなことが気になる第2話でございます。まず一つ目はこちらです。信じてみろです。入部したはいいものの、運動が苦手で体力に自信がないきなこちゃん、必死に練習をしているんですが、その姿がねこう周りの1年生から見たら厳しそうに見えるせいで、他の新入生が入部をためらってしまっていると自分を責めてしまいます。そんな姿を見たのがこの子、4年目めいちゃんです。クラスメートのめいちゃんはきなこちゃんを放課後呼び出して声をかけるんですが、その内容がとっても熱いんです。ではどうぞ。桜浩二はさ、やってみたいって思ったんだろ、スクールアイドル。え？だから入ったんだろ。優勝目指してて練習も厳しいって知ってて入ったんだろ。それはそうすけど、だったらそのまま突き進んでくれよ。え？自分がやりたい、目指したいって思ったことを信じてみろよ。熱い。周りの声なんて気にするな。かっこいい。私はねこのシーンでちょっと注目したいところがあって、めいちゃんがきなこちゃんに呼びかけるときに桜浩二はさっていう風に言うんですけれども、桜浩二はさ、こう今となってはその呼び方がめちゃめちゃ、うわそんな時もあったんだっていう感じがして、ここからねきなこちゃんとめいちゃんの関係もどんどん深まって呼び方も変化していくので、そこもぜひ注目していただけたらなと思います。私もね結構今まで周りの声とか周りの目を気にしてしまう性格だったんですけれども、こうリエラに入ってからこうみんながすごい温かい言葉をたくさんかけてくれるようになって、少しずつこう自信が持てるようになって、自分がやりたい方にどんどん進めばいいんだっていう風に思えるようになったので、このシーンは今見てもなんかグッとくるなっていう風に思います。2つ目のポイントはこちら、憧れの存在です。これまで弱々しい姿しか見せてこなかった彼女が、先輩5人を前に強く決意表明をするシーンがあります。どうぞ。きなこもやっぱりリエラさんたちと優勝を目指して頑張りたいっす。きなこが憧れたのは、こんな風になりたいって思ったのは、優勝を目指して必死に頑張っている先輩たちなんです。大変でも前向きに頑張っている先輩たちなんです。ですが。分かってます。でも私もずっと思ってた、これが本当にいいことなのかなって。先輩、メニューを戻したら1年生が入ってこなくなっちゃうかもしれない、きなこちゃん一人ってことになってしまうかもしれない。それでも頑張ってくれる？はい。一緒に優勝を目指してくれる？はい。
ということで、きなこちゃんがまっすぐ自分の気持ちを先輩5人に伝えるシーンでした。いろいろ悩んできたことはあったけど、きなこちゃんがスクールアイドルに入ったのは憧れの先輩たちみたいになりたい、優勝を目指して頑張る先輩たちみたいになりたいという思いがあったからです。めいちゃんのね、この言葉を聞いて改めてそのことに気づいて覚悟を持って一歩踏み出したきなこちゃんの表情を見ると、すごくここのシーンは感動するなっていう風に思います。あとはね、こうかのんちゃんがきなこちゃんにこう練習メニューを今までと同じにすることで、こう新入生が他に入って来ないかもしれない、それでもいい？って聞いてくれるシーンがあるんですけど、それってこう5人にとってもきなこちゃんにとっても本当にとてつもなく重いことで、このね5人がもしこう進級して卒業してしまった後にもしこう入らなかったら、きなこちゃん自分の学年1人だけになってしまうんですよ。そんな覚悟も持って、それでもいい？って聞いてきなこちゃんが自信を持ってはいっていう風に答えるシーンが、すごく本当に強い強い覚悟でこの瞬間結ばれたんだなっていう風に感じて胸が熱くなりました。ポイント3つ目はこちら、その先にある楽しさです。きなこちゃんは練習量を少なくしてくれた先輩5人に対して思いをぶつけます。どうぞ。きっと伝わると思うんです。大変でもやりたいことを続けていればその先にある楽しさは大きくなるって、みんなが一緒にやってみたいって思うものが作れるんじゃないかってそう思うっす。すいません、出過ぎたマネを。いえ、その通りだと思います。レンちゃん、信じましょう、スクールアイドルの力を。私たちの思いはきっと届きます。はい。危うく目標を見失うところだったね。不覚ったら不覚だわ。目の前の方に気を取られすぎました。目指すべきものは変わりません。きなこちゃん、わー、ここめっちゃ好き。私たちはリエラ、私たちが目指すのはラブライブ優勝。きなこちゃんの強いメッセージが5人のハートを動かした瞬間です。最後のね、6人揃ってのエンジンはリエラがまた一つ壁を乗り越えて次のステージに進んだことを印象付けてくれたなっていう風に思います。最後こう噴水がバーってなって虹がバーってかかるところがめちゃめちゃこれからのリエラが本当に明るい方向に進んでいくんだなっていうのが感じられて大好きなシーンになります。今回私が注目した3つのポイントは、信じてみろ、憧れの存在、そしてその先にある楽しさです。次回は3話になります。3話でお会いしましょう。バイバーイ。